戻ってきた塔の頂上。そして明るくなってるから景色も見やすくなってます。なんかアップになった時のね、ちょっと視界の移動の方法があんまり見やすくない。この先絶対なんかあるのはわかるんでね、もう明確にあるもんね、こことか。これ迷路だね、どう見ても迷路なんだけど。今回のリンクは崖登れるから迷路とか無視していけそうだけど、こことかね、こことかね、ドクロ池とか、まあね絶対なんかあるじゃんこんなのさ。行きてえな、行きてえけど、ちょっと今回は、ゴロン族を目指すというわけで、あの塔まで可能な限りショートカットしよう。これドクロ山、これゴロンの顔に見えた一瞬、ほらこうやってちょうど丸くするとゴロンの顔だよ。おっそ、ほらゴロン族。可能な限り飛び込みましょう。よし行くぜ。はっ、どこまで行けるかな。やった、ほこらじゃん。いいね、これで4つ目だ。もっと頑張りゲージ増やしたい。んで、あそこのほこらが1つ前のやつだな。うん、よし、パンパン、 Wi-Fi 入ってます。楽勝だねこれは。その後登っていかなきゃな。結構くそ、このまま生きて降りたくねえ。塔まで行って戻ってきた方がいいんじゃないかと思う。まあちょっと待って、こっち先行こう。敵の拠点だなここ。やった、バレた。でっかいのもいる。来た、ゴラスイッチ。よし、高所を取られるとはバカな奴らだぜ。この世界上からの攻撃の方が強いんだ、当たり前。あ、かっこいい。いっていて、なんやねんこのスタミナ。はっ、よし、滅ぼせなかったよ。さっきダメに 3.5 くらったき。この下だよな、降りちゃうと登ってくるのが面倒くさいっていうのは、ね、確かにある。やる、ぶっ殺してやる。とちょうどいいのないっすか。力豪華プラス1、やってやるぜ。盾と剣をコンボでいいかな。いっちゃ、強すぎだろ。あ、ここだ。ありがとう。サダージュ、サボタージュ、サボタージュの祠。なんにもしたくねー、サボろうぜー。まあこれで4つ目。こうやって
ダメージ量考えるとね、もう一つヒットポイント欲しくなってきちゃうね。でも頑張りゲージも欲しい。ジレンマジレンマ。どっちも欲しい結局。炎、食材が倒れてる。試練の名前はな、あに炎の力、わかりやす。これこかせんのかな。持てる？持ってない。体当たり攻撃してみる。ちょっとイラッとするな今の動き。まあ一瞬で燃えすぎだよ。怖い、逆に怖いわ。なん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 。あ、ガーディアンもいる。武器は物理攻撃。よえい、漏れんなよお前は。武器ポーチいっぱい。お、シャフトだ、シャフト。で、次これだね。これ確かあれが効くんだよな、これが。ブルーン、ブルーン。そっちじゃないよ。思ったように引けない。手前に移動させて、解除。っと思ったよりいかねえんだよ。伸びないし、こういって自ら突き進んでいくスタイル。もしくは矢で落とせんのかな。まあぶつけてみるよ。落ちない。鎖に当たったら落ちた。なるほど、そういうこと。はい、そろそろ相手回りそうじゃないですか。燃えてる燃えてる、燃え燃えキュン。ここがゴールかな。これさ、登れないのかな。登れないんだ。じゃあいいや。とりあえずこうだね。なっ、びっくりした。炎の矢になってるかと思った。別のダンジョンでこれもうしてるから知ってる。軽い宝箱だな。あ、騎士の弓。しかしこれ以上防御には OK。 ゾーラの弓、耐久性、騎士の弓、騎士の弓、ライネルの弓、三本同時打ち、トゲボコ、これがいらないね。これがね、遠くまで行くからね、一心に見残しときたいんだけど。まあ、ある意味騎士の弓が消耗品だね。これ使いながら戦おうやっていう。で、あとはクリアだけか。落として燃やすと向こうまで燃え移るかな。まあ、試してみましょうか。行く？行った行った。あ、そういうことね。で、それでそこがグンと落ちると。でもう一個落ちるとね。なるほどなるほど。これさ、あえて正規じゃない生き方をしてみようとするのは基本。爆弾壊れないかなっていう。その結果、失敗ね、よくある話。爆弾で壊せないかなとか思って余計なことしたせいで結果失敗。今そんな感じよ。よっしゃ、届かないんだね。よし、届いた。
想像を超えられなかったか。自分がこう無理やり向こうに行くとかさ、なんか別の方法で壊すとかやりたかったんだけど、想像を超えられなかった。悲しいよ、悔しいです。制作者の想像を超えられたかったのが悔しいです。はい、試練完了です。あんま服着てないなこの人。これで4つ目、 OK。 はーい、ありがとう。さあどうしようかな。あそこの基地を襲撃せずに普通にと向かおうかな。ここら登れねえのかい。これあれだな、もう一遍塔の上から飛んだ方が早いな。いや便利。ワープします、ワープします。はーい、上から上から行くぞ、上から行くぞ、気をつけろ。とりあえずさっきも言ったように、まあ塔に向かって全力でゴよ。よし、あのてっぺん行こうぜ、多分なんかあるよ。これは赤い。もうちょい近づかせてください。火炎鳩。火炎鳩。よしよし。キャンセルしようとして毎回カメラに映り込む。バイバイ。ほっとくほっとく。逆側にも行きたくなるな、あの渦巻きの先とか、そこの先、敵の拠点かな。ここもめっちゃ気になるもん。気になったら行けって話なんだけど、あそこはもう行ってる。ここも怪しい。何これ超怪しいじゃん。今度塔から飛び降りようぜ。近づきすぎると、ここめちゃくちゃ怪しいじゃん。ん？これ馬宿だ。あ、めっちゃあの祠のすぐ隣だった馬宿。あ、でここに馬呼んできたら、あ、なるほどね。次の探索は馬呼んで、馬子呼んでいこう。でもまあ今回はそこじゃないんで、こっちなんで、これ直線で行くより右側の山の上から飛び降りた方が楽そうな気がするな。こっち行こう。よし、直線直線直線。岩についてそのまま登ろう。ガッツ。よしよし、全然余裕。ああ逃げられちゃった。これ今熱熱い方に向かってる。これ装備、涼しげ装備みたいなのないのかな。服を脱いだら、いやそういうわけじゃないのか。脱いでもどうしようもなかったね。あと防寒具着たら熱くなるとかそういうのもないみたい。じゃあこれ以上熱くならないことを祈るしかないね。さあまだだな、今飛び降りたら帰ってめんどくさい。燃えてる敵発見。
松岡修造現る。チュチュ。燃えてる燃えてる。あ、盾も燃えてたね今。赤チュチュゼリー。これはダメだな。鉄系の装備にしてる方がいいな。さすがに鉄は燃えないだろ。なにこれ。え、なにこれマジ。ね、前氷のねこいつにね一発殴られて死んだ苦い記憶があるから無視しよう。この世界はねリンクに優しくないんだ。もうちょい奥まで行けるな。まだ熱は大丈夫。ほんと優しくないね。俺に優しくないよこの世界。塔に下から行くんじゃなくて上から飛び降りていくスタイル。綺麗な景色。あ、なんかアイテムありそう。あっててて、岩塩、琥珀。服燃えてる。ちょ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 、なんかいる。何あれ。え、ガーディアン。歩行型。あの撃ち落とされそうで嫌だな。今からこの上飛んでいく予定なんだけど、撃ち落とされたらその時はその時。はい、気にすんな。だがセーブはしておこう。手動セーブ手動セーブ。撃ち落とされた時用にね。じゃあ行こう。あっつあっつ。パラセールは燃えないんだね。飛びながらもうね、結構なダメージだよ。でね、飛んでるまま狙われてたよね今。撃ち落とされたら超笑ったんだけど、まあ大丈夫だったらしい。溶岩の上をパラセールで越えるときは気をつけましょう的な感じだったな。ちょちょちょ、あっつ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 。ここが地獄か。あっつあっつあっつ。あ、燃えた。燃える燃える燃える。ここが地獄か。ここが地獄というやつか。とー来たー。地獄、さようなら地獄。まあ、なんとか塔まではたどり着いたけど、地獄はここが地獄というやつか。よし、あと登るだけだな。これさ、頑張りゲージ足りなかったら登れないとかありえんじゃねえ。怖いよ。はい、残念、頑張りゲージを上げてから出直してこい。あ、地図もらおう地図もらおう。そして世界を見下ろそう。いや、見下ろそうっていうのは表現が良くないな。見渡そう世界を。シーカータワーを起動します。さあ、デスマウンテン周辺の地図がこれではっきりするはず。ねん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 ね、そこに光ってる石が見える。ポツーン。なんなななな。イエーイ。うわ、溶岩まみれ。さて。この辺も何も言ってないな。普通にこのまんま山登っていく感じかな。オルディン山脈、この辺の気になる、すっげえ気になる土地で、
少なくともボスかな、言いそうだよ。まあ普通に向かいますか。まあその前に景色をチェック。溶岩まみれました。なんかいろいろ光ってるね、あの石が。敵かな、あの燃えてるの全部で。あれガーディアン、怖い怖い、ヒーヒー、焚き火。どうせねこのあと一遍インパ様のとこ行くからね、あの頑張りゲージ増やしてもらいに一遍飛び降りときましょうか。そこ行こうかな。ほっと、敵の拠点か。あ、寝た。うん、これ宝箱だよね。イエーイ、氷の矢だ。じゃバイバイ。ありがとう。普通に疲れて死んだ。アイテムだけ取れればいいやって思ったんだけど、ちょっと回復しちゃったから少しの間探索するか。またあのこれ復活するの30分後ぐらいだよ。余計なことしなきゃよかったぜ。結構厳しいね、ここ。本当はこの山道登ってこなきゃいけなかったのかな。なんか面白いものないかな。お、祠の匂いがするぞ。近い。Wi-Fi 入ってる？ Wi-Fi 入ってる。上か？上じゃないみたいな。あの中央とか怪しいよね。なんか見たことのない草が。しまった、余計なことしたな。これどっか戻れる場所、スタミナ回復できる場所はないか。ふう、あったあった。これ何、これゴーゴースミレ。基本的に高所に生えてるやつはゴーゴーなんとかが多い。Wi-Fi、Wi-Fi 入ってないよ。よしよし。近い？近い？上？遠くなった。これ謎解き系の祠の可能性もあるからな、見えない可能性もあるんだよね。ね、こういうクライミングするのにもやっぱり頑張りゲージが多いと全然楽だから、早く頑張りゲージ増やしに行こうよっていうね。増やしてから行けよっていう話なんですよ。あった、普通にあった、やった。ほ、まあ、せっかくなんで頂点まで。そこのど真ん中だよね。
コログ族がいそうな場所。ここか？あっちか？熱い！熱い！あっち！体が燃える！ぎゅう、よこせ！いけ！熱い！はぁ！急げ！急げ！急げ！キュラヒム、キュラヒム、ギラヒムさん、キュラヒムさん、はい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 、入ろう、はっはっ、燃える燃える、地下の涼しいとこ行こう。